皆さんおはようございます。元気がいいですね。ありがとうございます。今日ちょっといつもとレイアウトが違うんですけれども、あのアートナイトが今週末あるので、あちらにもですね、あの素敵なペインティングスがあるんですけど、今日こちらを描いてくださったスピーカーの方もあのスピーカーとしていらっしゃっているので、ぜひ楽しみにしていてください。今日司会をさせていただきます、このビルの中 Google で働いています林と申します。よろしくお願いいたします。ちょっといつも聞いているあのアンケートはあるんですけども、今日初めてユーズブレックファーストいらっしゃった方はどれぐらいいらっしゃいますって言ってあげて、いつも多いですよね、半分ぐらいですね。あとはこのビルの中とか六本木、あのボリビルさんの中で働いての会社の中で、ある会社の中で働いている方はどれぐらいいらっしゃいますか。ワーカーというやつですね。結構多いです、半分ぐらい。はい、あと今日寒かったですけども、ちょっと来るのやめようかなって思った人とかいます。でも皆さん来てください、ありがとうございます。ちょっと、じゃあヒューズブレックファーストを初めての方もいらっしゃるので説明しようと思うんですけど、今日が38回目ですね。3年以上続いているイベントなんですけれども、最初、クライダイさんという建築家のユニットが始めたものでですね、その 20×20 秒の、1枚20秒のスライドを20枚という、フォーマットでやっていて、どんどん勝手にスライドが流れていくんですよ。で結構その話す方は難しいんですけれども、聞く方としてはどんどんこうテンポよく流れていくんで、飽きずに聞けるという面白いフォーマットの、トークセッションですというところですね。今もう世界で500カ所以上で同じようなフォーマットで、やっているものの六本木ヒルズバージョンというところですね。であとちょっと、始めていこうと思うんですけども、今日写真撮影もしているんですけれども、その写真 NG という方はですね、後で、スタッフバッジをしているものが何かここにいるので、そちらにお話ししてください。そうですね、ちょっと、5分ほど休憩を入れますので、皆さんドリンクですとか、あと、朝食も販売しておりますので、よろしければお取りください。あとせっかくなので、あの今ちょっと隣とか同じテーブル、もしくは、その近くで目が合った人とぜひあの感想などお話ししていただいて交流していただければと思います。よろしくお願いいたします。また5分後ぐらいに再開します。今日の、ヒルズブレックファーストはこちらで終了となりますが、来月また、5月30日にありますので、情報などまた Twitter、Facebook などで発信しておりますので見てみてください。あとですね、写真はやります。ちょっと皆さんでせっかくなので、スピーカーの皆さんと一緒に写真を撮れればと思いますので、よろしければお残りください。あと朝食もまだありますので、美味しいパン、欅坂ベーカリーさんのパンも、販売中ですので、お腹減った方はぜひどうぞ。はい、じゃあ残っていただいた皆さん、皆さんで写真撮ります。今日なんかあのバラの花を水につけたらポンって咲いたっていうのが印象的だったんですけど、完全にパクリなんですけど、皆さんでポンって皆さんポンでお願いします。